人権を超えた人権。それがプロモプリンです。しかし、試合始まってすぐに出しても進化されて眠りが解除されるのです。マジでプリンプクリン害悪になりすぎて笑う。プリンが弱だからそれに対抗できる進化デッキが数増やしそう。特にドガスプリン両方に弱点つける格闘。クルカタケシイワークイスカブトプスデッキの時代が。イワークがプリンされると進化できないから結構辛そう。カブトプスなら進化で解除してそのまま処理できるから相性いいけど。プリンされるってなんか可愛い。やってることは全然可愛くないが。診断で状態異常ケアするカードが来そう。弱くはないけど入れる枠悩むやつ、登場段までにどれだけ状態異常が悪さしてるかによるな。進化でケアしたり強でケアしたりできる枠デッキ握るか。プロモプリンのゴリ押しで相手を降参させたのは俺です。ダメか、イムで HP も低いけど種でイネージで確定眠りって強くない？プリン対策に古純度を積む時代が来てしまったか。毒と眠りって重複するのか。そのあたりは噛み合ってるかどうかで重複の可否の理解しやすさが分かれるな。毒と火傷は専用のマーカーがあるので他の状態異常と重複する。眠り、麻痺、混乱はマーカーがなくカードの向きを変えて表すのでこの3つの中では新しいものに上書きされる。なるほど、じゃあ毒と火傷を負わせて麻痺らせるとかもできるのか、鬼かな。ミュウツーは催眠苦手だからプリンプクリンが流行るほど減ると思うし、当タイプは結構立ち位置が良くなりそう。最初期ハイ X 種ポケが流行って眠りがばらまかれて進化勢が流行るの。これがメタか。デッコプリンとかいう今回のプロモパックを活かした陰湿なデッキと当たったわ。プロモプリンはプクリン入れなくても強いのが強いな、語彙力。プロモプリンは単品で入れてもサンダー、ファイヤー、ミュウツーあたりを寝かしてテンポを遅らせつつ生き残ったら逃げイネイチっていうのが偉いよね。単品採用は非 EX×2 プラス EX で戦うに進化 EX とかに向いてそう。プリンでファイヤー眠らせるムーブは強そう。てかファイヤー強すぎない？霞と同じかそれ以上にヤバい性能してる。月光がもらえるのうまっ、うめえよ。プクリンとプリンピンで刺してたけどこっちのプリンに変えた方が強そうっすね。不思議花が外れは食ってネタじゃなかったんですか。通常ラプラスと差別化できてたプロもラプラスと違って EX の軽量版みたいな性能だから採用する理由あんまりないよ。ショーしかしイラストアドは SSR を超えた SSR なんです。月光がとプリン集めてねんねや。おいおい、一進化一エネ50ダメのゴーストも集める必要があるでしょうが。しかしゴースト3連続できて発狂しそうなのです。はっきり言って、わしは2枚ずつコンプするまでにゴーストが20枚くらい出たから、お前死ぬよ。このスレでイベントを知ったのは俺なんだよね。もっとお知らせしろって思ったね。カモネギ、ナース、ガルーラ、プロモプリン、そして俺だ。無色 NH 技で速攻を取るぞ。わしに進化してようやく眠らせられるんすよ。臭い花もプロも眠り粉出してもらっていいすか。そんなことしたら謎に AR が存在する臭い花くんを2枚所持してしまっている私が悲しむからやめたまえ。もしかしてミュウツーだのファイヤーだの先発させたら問答無用で眠らされてゲームが崩壊するタイプ？まあ焦らないで、HP50 で攻撃性能がない以上進化さえしなければ粘土弾でやれますから。眠り続けて3エネ溜まったプリン EX になったら？くくく。エビワラー、神。対面歌うプリンが神クズとかすんや。カモネギ、神。榊があれば同じことができるんや。かすみ、女神。気まぐれにポケモンすべて神クズにできるんや。そんなにプリン強いのん？強いというより厄介という印象。プリン自身には火力ないから言うほどっすね。でも2枚持っておきたい性能なんだ。プロもプリンを貯めてやねえ。未来のトレードの段にしてやねえ。プロもプリン見てて思うけどやっぱポケモンってでかいよな。進化前プロもと眠り状態被るならそんなに。って思ってたんすよ。今では我が軍の頼れるエースです。せめてコイントスしろ。ダメージありでそれは強すぎる。自分がコイントスに勝てばただの3エネ80ダメだぞ。半ば威力が80もあって大抵の相手はそのまま永眠になるとされている。モスノープリンプクリンの催眠特化デッキは面白そうね。
相手する側からしたら何も面白くないがな。スリーパーも入れよう。何もかもが完璧な手札で最速で揃ったリザードンデッキ相手にククリン運ゲで逆転勝ちできてマジ最高。やっぱこのゲームコイントスの腕磨かないと話にならんわ。基本強いんだけどナッシーと組むとか力に余裕がないから傷薬でコインの要求値が上がって負けることが結構あった。月光側序盤がきつい。なんだかんだ以前と同じくマタドガスと組むのが強いのかな。もうあの頃には戻れない、戻りたくもない。こっちが使うとすぐ起きるくせに向こうに使われるとほぼ確定で移民するから嫌い。チェンジか進化で解けるけど逆説的に言えば仕留めなければチェンジか進化されるまで殴られ放題なんよな。同性能だけどエリカ使えますと押してください。 CX だけど2進化なのと逃げイネガさんと重いのがな。まあでもベンチで完成したこいつが控えてるの見るとうわってなるくらいには厄介だけど、回復以前に進化が大変だからな。キャタピーバタフリーと組ませられるのは偉いけど2進化かけるにはデッキの圧迫が。相対的に眠りを回復できる進化可能ポケモンの評価上がってるの笑う。公式のやつ、そこまで考えて、ボウ。パンジーさんペーパーマリオかよ。本家ポケモンでも催眠戦法は嫌われてるし歴史は繰り返す。月光画と合わせてチクチクやってるけど他のなら何合わせるのがいいんじゃろ。ナッシークリンとか？YouTube で見たマタドガスアーボックにサブとして入れるのなかなか強くてよかった。エネ効率良い&耐久できるからククリン EX の初動の遅さカバーできるしプリンのワンチャンも噛み合ってた。ククリン EX、この風貌が似合ってしまうモンスターになってしまって。オラス催眠、催眠解除、オラス催眠。プリンがエネ1でククリンがエネ2なのが個人的に使いづらさ感じちゃうんだよな。2じゃねえやさんだ。俺はポケカをしたいのであって博打がしたいわけじゃないんすよ。って言いたいけど博打要素多いから多分博打ゲー。これ見るとタイプ虫のエネ加速はしばらく来ないだろうなって。高校1ターン目歌うで起きず、2ターン目にククリンが暴れ出すのはヘイトやばそう。次段で特定ポケモンをベンチや手札に戻すカードで対策手段を増やしそう。何でも直しはまだ早いと思う。これは悪の大魔王だわ。同じプロモカードのゴーストくんに悲しき過去。ゲンガーのサポロックはたまーに相手するとめっちゃ面倒なんだけど、お前の段階は博打打ち点より生き延びることが仕事だからね。このゴーストにこそ威力下げてエネ1ぐらい追加してもいいから確定眠り技を持たせるべきだったのでは。ゲンガー系列に一つも催眠能力持ってないのイメージ的にちょっと意外かも。他に催眠持ちが多い分調整されたとかだろうけど。ククリン EX、お持ち組デッキの EX フィニッシャー枠探してたから普通に助かってる。可愛い系でデッキ染めれて満足度高い。なおやることは可愛くない模様。催眠、麻痺、催眠。モスノー&スリーパー&ククリン EX デッキで永遠に眠らされたことあるから嫌い。